日本群馬県桐生市永楽町永楽町は群馬県桐生市の町名である。面積は0.09平方キロメートル。郵便番号は376-0044。桐生市の中部に位置する。小曽根町、宮本町と共に桐生市第9区に属する。町域の東部は糸谷通りを境として本町4丁目。5丁目に南部は末広町に、西部は山手通りを境として、 宮前町2丁目に、北部は小曽根町、宮本町1丁目にそれぞれ接する。町内には、気流折物会館や気流折物会館9館、気流市の水道事務所として建設された、西公民館がある。かつての村松村の一部にあたる。1873年に、今泉村、堤村、元宿村、村松村が合併して、安楽土村となる。 1889年の町村政施行により、気流新町、新宿村、安楽戸村、下久方村、上、久方村平井が合併して、気流町が発足。安楽戸村は気流町の大技の一つとなる。1921年の市政施行を経て、1929年に大技が廃止され、現在の町名である永楽町となった。かつては、 西公民館の隣に、桐生市役所があった。桐生織物会館休館は、桐生織物、同業組合の事務所として建設され、一時、警察署としても使われた。給水道事務所と桐生織物会館休館は、共に登録有形文化財に登録されている。2017年8月31日現在の、世帯数と人口は、以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。永楽町交差点町内に鉄道駅はないが、西木流駅や木流駅にほど近い。町内を東西方向に永楽町通りが、南北方向に新川橋通りがそれぞれ通じている。ありがとうございます。